はいどうも、速稼塾です。今日の国会議員さんへの突撃電話なんですけども、昨日ね、N 国党の立花拓さんが実名で言われたように、なんと中国からスパイの疑いがある、とっても危険な反日思想がありそうな人をね、これ立花さんがそう言ってるわけじゃないんですよ。そういうふうに私は感じたんですけど、そういう人を、なんと自民党の国会議員のね、藤末健三さんが手引きしていたというふうに受け取れるようなやり取りだったんですよね。で、この藤末健三さんっていうのは、もともと民主党にいた方でね、民主党から自民党に入ってきたのはいいんですけども、なんかひょっとすると、自民党を内部から瓦解させるために、ひいては N 国党も瓦解させるために、ここまでのことを仕込んだんではないかなというふうに思うわけなんですよね。なんせ民主党って、なんかね、党首とか、それから外務大臣が、いわゆる外国に献金してたわけでしょ。西田昌司さんもね、厳しく追及しましたけども、まだ懲りずにこんなことやってるんじゃないかなというふうに繋がったんで、その辺どういうふうに考えてるのか、藤末健三さんの事務所に電話をしてみようかと思います。で、今日はスピーカーでお話しますんでね、声聞こえると思います。はい、はい、藤末健三事務所でございます。おはようございます。はい、私自民党の支持者で広島におります久保と申します。お世話になります。なんか今回ちょっと聞き捨てならないことがあったんで、こちらの方にお電話させてもらいましたけども、はい、藤末健三さんが何スパイを手引きして N 国党になんか紹介して知らぬ存ぜぬを決め込んでいるみたいな、そんな風なツイッターもご覧、はい、拝見したんですけども、この辺はどういう風に事務所の方では捉えていらっしゃるんでしょうか。そう、すいません、僕インターンなのであんまり詳しくはちょっと申し上げたいんですけども、はい、でも今日はそのことで持ちきりなんじゃないですか。だってこんな、あれですよ、反日思想を持った人を自分自身じゃなくて人に押し付けて紹介して、言ってみればあれですよ、 N 国との信頼を失わせるためになんか使わせたみたいな感じでしょ。それを立花隆さん当主の方が内緒にしてるかと思ったら、あの人正直な人だからこう暴露するわけじゃないですか。それはインターンの方かもしれないけども、いや、こんな危ないところにインターンで入ってきていいのかなぐらい思いません。詳しいことは全然わかんない。あ、そうなんだ。あ、きっと藤井先生さんのことが好きで、はい、カバン持ちのつもりでインターンをされてるわけじゃなくて、なんとなくアルバイトみたいな感じで入ってる感じです。あ、そうです。あ、そうなんだ。すいません、それはなんか厳しいこと言っちゃって。はい、わかりました。すいません、それは。すいません。話わかる方いないんですか。そうですね、今ちょっと、はい。申し訳ないです。いや、申し訳ないですね、これ。いえ。どういうふうにするのかはね、言っといてください。これ、引いて言えばね、もともとちょっとね、メモを取ってね、はい、お伝えいただきたいんですけども、うん、ね、はい、藤末健三さんってもともと民主党の方でしょ。そうですね、はい、つまりは自民党に敵対する方だったわけですよ。はいはい、で、当時、まあ若い方はご存じないかもしれないけども、民主党ってのは、はい、外国人に献金をしてそれを追及されて、外務大臣と党首が、うん、自民党の西田総理さんにかなり国会で詰められたわけなんですよ。はい、つまりね、民主党を出身とする方ってのは自民党にとってものすごく疑わしいんですよ。だからよりこんな噂が立たないようにするべきだし、何かねおかしいことがあったらすぐに釈明するべきなのに、全く知らぬ存ぜぬを決め込んでいて、私の大好きな自民党をね、貶めることに今ね、内部から工作してるんじゃないかなと私は思ってるんですよ。うん、だからね、藤井さん、あんたも本人の人もね、聞いたことないですけど、口はね、藤井さんにもう突きつけたいぐらいの気持ちなんですよ。そのぐらい一大事だよということなんですけども、はい、ね、すごいね、なんだろうね、私一人がこう懸念を持ってるだけかもしれないんですけども、でもね、 N 国党の立花隆さんって言っても国政政党の代表ですから、責任を持ってそういった対応をね、実名入りでしてくれてるんで腹くくってると思うんですよ。それに控え藤井さんはちょっと黙ってるってことで、どっちが正直なことをしてるのか言ってるのか、はい、うん、私としては明白だなと思っていて、こそこそ逃げている藤井さんはちょっと責任がちょっと取れてないんじゃないかなと思うんですよね。はい、はい、なんとなく分かりました。メモは取ってなかったと思いますけども、はい、どうなってんだっていうことがね、届いていて、もう僕むっちゃ怒られましたよ、怖かったですよぐらい言っといてください。まあね、政治家さんの、いろいろと役回りしてると
怖い方も来ると思いますんで、はい、僕は怖くなかったでしょ。そうですね、はい、まあでもね、頑張ってやってみてください。すごく勉強になると思いますんで。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、よろしくお伝えください。はい。はい、どうもどうも。失礼します。はい。ということでね、やっぱりね、わからない人を電話対応させて、わかる人は出さないということで、やっぱ口をつぐんでいるいつもの作戦ですね。藤末健三さん。ね、この人は、今度、ね、なんか、痛い目に遭ってほしいですね、こういう風な人はね。怖いですね。しかし中国から反日思想を持ってる人を10億円あげるから当選させてくれっていう働きかけを自民党自身にやるんじゃなくって、対立政党にね、 N 国党とかに打ち込んでて、しかもそれをバラされてるわけですから。でバラされたから知らぬ存ぜぬ決め込んでるわけでしょ。まともじゃないなと思いますね、あの有権者としては、うん、まあもっと言うとね、自民党を壊すために民主党の残党がなんか工作してるんじゃないかなというふうに考えちゃうのは考えすぎなんでしょうか。それでは今日のね、突撃国会議員は失敗に終わりました。すいません。じゃあまた電話します。